はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日は久しぶりにみんなでクリアやっていきたいと思います。いやみんなでクリア久しぶりだよね。一時みんなでクリアやってないもんね。普段はバトルの方がやっぱり多いんだけど、たまにねこのみんなでクリアをやるとめっちゃ面白いんだよね。それじゃあね、4人集まったしやっていきましょう。キノピコやべえな。それじゃあね、やっぱいつも通り難しいでいくか。とても難しいはやばいとても難しい2人ともしてるけど、とても難しいとかクリアできんのかな4人で。もう難しいでもめっちゃ難しいのに、とても難しいやったらもう鬼難しいになるよね。よし、それじゃあみんなでクリアしようぜ。行こう。俺が先に行く。あ、ははは、落ちてくんの、あのカメちゃん。それじゃあ先に行くか。下から行った方がいい。キノピオかわいいな、ちっちゃいキノピオ。これ下何これ。あ、なるほど、隠れるのか。うまい、うまい、ルイージめっちゃうまい今の。よし、みんなで行きましょう。え、なんこれ、フラワーがあったね。今フラワーを取ってから行けってことか。どのタイミングなんだろう、ファイヤーが出るタイミング。あ、待って、全然タイミング違うよね。これみんなで一回やり直ししなくちゃいけないのかな。よし、ダメだ、やっぱあのフラワーが取れないんだよな、どうしても。よし、キノピコ入ってくれ。で、俺はここからやり直そう。オッケー、いいね。そして俺は先に、あはは、よし、いけたいけた。マジかよ、いけないよこれマジで。先にフラワーとかないの、上に。なんだこれ、誰か取ってるっぽいな。これやり直ししたいよね、ちょっと。待って待って、これはやばい、これやばい、おりゃよし、ああやって倒せるのは俺分かったんだ、ルイージのおかげで。もうダメやんこれもう。え、キノピオと、いや違う、キノピコとルイージがもしかして、いってる、いってる。俺も仲間に混ぜてくれ。あこれチャンスチャンス、早く行かないと、早く行かないと。よし、オッケー。待って待って、俺はで、これなんだ、キノピオやない、キノコ。キノコはしっかり取っていきましょう。そしてこのまんま上、オッケー。待って、いいやいいや、まあいい、死んでもいい、もう死んでもいい。でジャンプ、待って危ない、嘘嘘嘘、マジか。よし、さっきキノコ取ったもんな俺、もう一回くれないでしょう。あの、嘘ははは、まあいいや、キノピコが言ってくれたからキノピコについていきましょう。これは、これどうすりゃいい。なるほど、パウがいるのね。パウを持ってこなくちゃいけないのか。パウを持ってこよう、ここに出るパウを。あれ、パウ出ないぞ、パウ出なかったって。ここ誰か持ってんのかな。あ、よし、行った、誰か行ったっぽい。よし、それじゃあ行こうか、俺もこっちに来てください。いいね。待って、俺この風苦手なんだよな。風どうやって行くんだろう。あまあまあいいや、まあいいでしょう。だから先にゴールされたらみんなでバトルで負けた感がすごいけど。え、あんなポーズとんの、シキワロシーヌ2世さんあんなポーズとんの。それじゃあね、第2戦目っていうのかな、第2コース目か、戦うわけじゃないからね、第2コース目やっていきましょう。2人なんだけど、どういうこと、みんなでクリアじゃないやんこれ。あなたとクリアになってる、解明あなたとクリアでよくないこれ。しかもね、コースの難易度が普通。ちなみに初めて普通の難易度のコースをするんだけど、面白いのかな普通でも。それじゃあね、ちょっとバトルしてる感覚でいこうか。あ、負けた負けた負けた、あははあー待って、どっちどっち、あ、ここか。よし、これは俺の勝ちだな、ここでゴールだろうきっと。あ、違う、で左か、なるほど。よし、一緒にゴールするんだ、ルイージを。オッケーなんだこれ、普通だったらやっぱちょっと簡単だよね。やっぱ難しいぐらいじゃないと張り合いがないっていうの、そんな上手くないくせに何言ってんだよこいつって思うかもしれないけど、やっぱ普通じゃちょっと物足りんわ。あんまりみんなでクリアってする人いないのかな。簡単が選ばれた、初めてやね、簡単とか。
簡単ってどんなコースなんだろう。トレジャーインザデザートか。簡単とかめっちゃ簡単でしょ。こういうコースを逆にみんなでバトルしたいわ。よし、じゃあ俺は1番に行って死んぜよう。簡単でしょ、多分そんなに難しくないはずだよね。オッケー、いいね。でジャンプ、もうそろそろねゴールがあってもいいと思うんだけど。ボキャーン、よしオッケー。簡単意外と難しくない、簡単意外と難しくない。ここよし、なんかファイヤーが下から出てくるやつめっちゃ怖いし。え、これを火つける、つけ、火つけ火がつかない。よしオッケー。でこのまんま赤と青が変わるでしょ、赤がなくなる。そして上に行って中間ポイントで、待って、俺なんかめっちゃ1位なんだけど、俺めっちゃ1位なんだけど、追いかけてきてるんだけど、まあ、追いかけてきてるっちっても一応みんなでクリアだからそんな対決っぽいことしなくていいんだけどね。待って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 、俺も欲しい、ルイージ俺も出して、俺も俺も俺も、なんで2個も取る、俺の、なんでルイージ俺も取る。もういいや、もういい、俺そんなんいらんわ。左行くか、いや上だなこれ。よし、キノコ取ろう。で上に行けばいいのかな、このまま。このコインがあるところっぽいな。そしてこのまんま走ってったらね、多分ゴールってなるんだよきっと。でも俺はゴールしないで、よし、みんなでみんなでゴールしようぜ、みんなでルイージ俺みんなでゴールしたかったんだよ。まあいいや、てっきりルイージはねその意図読み取ってくれるかなって思ったんだけど、普通にクリアされたわ。それじゃあ次でねラストクリアにしたいと思います。なんかみんなでクリアって集まりがあんまり良くないんだよね。やっぱりバトルの方が人気あるからかな。今もまあ4分の3ってなってるし、4分の4来ないぞこれ、多分3人っぽいなこれ。まあいっか、最後は3人で行きましょう。一番左社員っぽいな、やっぱ最後は難しいでしょ。 OK、 お、いいね、デンジャラスジャングル。よし、待って、なんで俺持たれるの。よし行こう、そのまんま。これ待って待って、危ない危ない、金魚、金魚いるから。でこのままジャンプ、オッケー。でこのままジャンプ、いいね、ジャンプ、よし。でピンクコイン取るか。ピンクコインを取って、あと5枚、あと4枚か。まあ集めないけないって思ったけど、これはしんどい。よし、ジャンプしてロケット飛び越えようか。そしてジャンプのジャンプ、ピンクコイン2つ目ゲットしました。で、あ、嘘、そんなところから火出すんだ、制作者よ、そんなところから火出すんだ。これ右なんもないの、あ、いけないのか。ってことは土管に入んなきゃいけないんだ。土管は、土管、ここどこってか、ここどこ、土管の中もしかして。よし、でこのまま右にジャンプしてアームに乗ろう。あ、待って、あそこあるぞ。嘘マジで、ここは、待って待って、そこ行ったらダメ、行ったらダメ、嘘、行ったらダメなんだよ。ピンクコインがね残ってる気がするんだけど、あ、2つもある、2つも。オッケー、あと1個は、あと1個さっき俺あったの見たんだけど、みんな、待って待って、これどうしよう、これどうしよう、危ない危ない。よし、オッケー。けどどうしよっか、さっき俺あったの見たよ、見たけどここじゃ多分無理だな、スタート地点に多分戻らないけんかな。それかこれを左に入る、あ、そうそうそう、ここここにあるんだ、みんな俺が取ってきてあげ。ははは、え、鍵関係ないの、俺必死でピンクコイン探してたんだけど。はい、それじゃあ今日のみんなでクリアはここで終わりたいと思います。やっぱり久々にするとめっちゃ楽しい。みんなもたまにはね、みんなでクリアしてみてはどうでしょうか。それじゃあまたね。